岸優太ジャニーズ退場後に、吉本工業、入りの業典情報。仲介ささやかれる大物芸人とその真相。日本のエンターテインメント業界に衝撃が走っている。元キングプリンスへのメンバーである岸優太27がジャニーズ事務所を退場し、吉本工業に入るという業典情報が広まっている。 一部では大物芸人の仲介があるとも囁かれているが、真相は一体何なのか。ここにその背景とキシユータの居手について探る。日本のエンターテインメント界を揺るがす重大な情報が、キシユータの退場後の居手に関するものだ。元キングプリンスへの一員であるキシユータが、 9月30日をもって、ジャニーズ事務所を退所するとの報道がなされていったが、その後、意外な天気が訪れることになる。平野紫耀26、神宮寺ゆうた25、岸ゆうたの3人は今年5月、人気アイドルグループ、キングプリンスから脱退していた。平野と神宮寺はすでに新たな事務所、飛べに所属し、新たなスタートを切ったが、 キシユタだけがジャニーズ事務所に在留した理由は、彼が主演する映画 G-Men の宣伝プロモーションのためだったとされる。しかし、退場後のキシユタの動向が、ジャニーズファンやエンターテインメント業界による注目を集めている。特に行転な情報として、キシユタが吉本工業に入るという話が広まっているのだ。 事務所の遺跡というのは芸能人にとって非常に重要な決断であり、影響は計り知れない。それだけに、吉本工業への入所については根拠が明確ではなかったため、しばらくの間、噂として扱われていた。一部のスポーツ紙記者によれば、大物芸人の T が親しいマスコミ関係者に、騎士が吉本入りする。 との情報を伝えたことが、この噂の広まりのきっかけとなったという。また、吉本興業は男と国民の復活に力を入れており、死ゆうたの受け皿になる可能性があるとの観測もあるようだ。男と国民はかつての人気アイドルグループであり、現在は吉本興業のサポートで全国ツアーを行っている。 メンバーの前田公用が吉本の漫才コンビ、貝原康代友子、のとも子と再婚していることから吉本興業とのつながりがある。ただし、この情報は岸優太とは無関係のようだ。一方で、吉本興業とジャニーズ事務所の関係は決して悪くはない。 ジャニーズ事務所は日本音楽事業者協会に加盟していないため、吉本への移籍が引き抜き行為に当たることはない。このため、岸優太が吉本入りする可能性は否定できないとされている。しかし、吉本工業関係者は岸優太の吉本入りについての情報を否定している。情報提供者は吉本の芸人であるが、 彼らが情報を面白がって流した可能性も考えられるとのことだ。また、岸優太はすでに脱退した平野氏用と神宮寺ユ太の所属する戸辺に合流するという情報もあるが、岸優太自身のスタンスや意向が注目されている。 死優太のジャニーズ退場後の動向について、吉本工業への入所という業典情報が広まっているが、真相ははっきりとしたものではない。一部の情報提供者が大物芸人を仲介したとされるが、吉本関係者はこの情報を否定している。 ジャニーズ事務所と吉本工業の関係が複雑な背景にある一方で、岸優太自身の意向や目指す道が注目されている。日本のエンターテインメント界にとって重要なターニングポイントとなる岸優太の挙就について、今後の動向に注目が集まることだろう。ここに